チェゴ。キセダメだろ、キセラジ。どうもさん、こんにちは。キセあげ太郎です。さあ、マリオの映画公開が、すぐそこまで来てますけれども、まあ、私の中のですね、マリオの記憶といえば、マリオ64、ね、あの64でもありますし、DS なんかでもソフト化されましたけれども、マリオ64の記憶が非常に濃くてですね、去年なんかはですね、スイッチで、もう大晦日と正月またぐまでずっとやってたみたいなところもありましたね。そんな思い入れ深いマリオ64ですけれども、マリオ64でですね、三段ジャンプっていうのがあります。まあ基本、ちょっと声が、場合によって変わったりもするんですけれども、基本は、ほうほうやっふー、まあこれですね。この三段ジャンプのモノマネというのを、友人が4人にですね、募集しまして送っていただきました。本当に協力していただいた皆さんありがとうございます。ね。ではもう早速ね、聞いていきたいと思います。Here we go! まずはですね、コウハさんからです。早速聞いていきましょう。いや、ほほう、いや、ほう。なるほど、いいですね。そう、さっき、ほう、ほうほうって言いましたけれども、いやの場合もありますからね。いや、ほほう、いや、ほう。非常に元気がいいですね。開口一番、これは優勝候補かもしれませんね。まあ、声の高さなんかもちょうどいい気がします。で、もう一個、コウハさんに送っていただいたので、もう一個も聞いてみましょう。Oh, yeah, yeah, うん、これちょっとよくわかんないっす。Oh, yeah, 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 how! ちょっともう一回聞いてみましょうか。Oh, yeah, yeah, how! Oh, yeah, 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 how! なんか最初のね、Oh, yeah, yeah, がちょっとなんか変に色っぽくてね。ね、なんか知らない国のなんかそういうビデオかなみたいな感じもちょっとあったんですが。でもまあ元気はいいですね。うん。元気は出ます。聞いてると。もう一回聞いてみましょう。Oh, yeah, yeah, how! あ、いいですね。てか、その、まあ、このね、マリオ64三段ジャンプ選手権っていうのは別に、その似てなくていいですからね。あ、これあったらいいなとか、こういう雰囲気ありそうみたいな方でも全然攻めてもらって構わないっていうのがあるんで、これはね、非常に元気があっていいですし、もともとね、この方のね、コウハさんの声自体がちょっとマリオの声優さんにちょっと似てるっていうのありますね。では次の方、行ってみましょう。匿名希望の方からです。どうぞ。よっ、よっふー。もう一回聞きますか。優しい声、本当に優しい声ですね。本当なんかちょっとこう後ろからこうガタガタガタみたいな音が聞こえてきて、ね、ちょっと同居人か誰かの気遣いながら言ってるんじゃないかみたいな感じがして非常にいいですね。ちょっと生活感がある。もう一回聞きましょうか。わっ、やっふー。可愛らしい。もうこの方も非常に個性があっていいですね。うん。じゃ、ちょっと次行ってみましょう。次はですね、ツイッターのフォロワーさんからです。熊野さんという方がいらっしゃるんですけれども、その熊野さんから送っていただきました。では聞いていきましょう。こちらも可愛らしいですね。もうちょっともう一回聞きますか。っていうね、なんか一昔前のツイッターの通知音ってこんな感じだったっけみたいなね、感じありますね。ちょっとラストもう一回聞いてみましょう。テンポが非常にいいですね。やっほほほほっていうね、もうこれだけでなんか EDM とか作れそうな感じありますもんね。やっほほほほやっほほほほやっやっやっみたいなね、非常にいいですね、うん、で熊野さんからですね、同じ方からもう一個送られてきていますので、そちらも聞いていきましょう。
いや食いてなんてというなんてという感じですけど、もう一回ね聞いてみてどうかと。なんて言ってるんでしょう。いや食いて、いや食いて、わっほー、ね、一応注釈がつけられているんですけれども、その三段ジャンプ音声聞いてみたらですね、いや食いてワッフルって言ってるように聞こえるというコメントがあってね、そういや食いてワッフル、ワッフルはねちょっとわかる、ワッフルはちょっとわかるよ、うん、まあ、いやもう、うん、5億7000歩ぐらい譲ったらわかる、うん、だから食いてはちょっと、食いてだけはちょっと違うんじゃないかいっていう感じがあって、うん、でもこういうのねめちゃくちゃ好きなんで、また送ってください、お願いします。最後ですね、最後も2個送ってくれてる方いますけれども、ボブイボブくん、よくねこのキセラジに、キセラジやですね、ゲーム実況なんかにゲストとして出演してくれてますけれども、そんなボブくんの、三段ジャンプ聞いてみましょう。お、ちょっともう一回聞きますか。あ、いいですね。これ非常にいいですね。いや、ま、やっほー、まあ、さっきも言った通りね、基本形は、ほう、ほほやっほーなんですけれども、結構そのジャンプの仕方とか、微妙な、機微みたいなのでですね、少し音声が変わるんですね。で、いや、まもあるんですよ。これいいな。ちょ、もう一回聞きますか。いや、ま、やっほー。いや、ま、この、まの、ちょっと、んが、ちっちゃいんが入る感じがめちゃくちゃいい。ちょ、最後にもう一回だけ、ちょっと、楽しくなってきちゃったな、自分が。いいですね。非常に素晴らしい。これちょっと、最初の方と同じで、ちょっと優勝候補あるかもな。ちょっと優勝候補あるかもなって感じしますね。うん、で、ボブイボブくん、もう一個送ってくださってるので、そちらも聞いてみましょう。なるほどね。ちょ、もう一回聞きますか。おおおおおってやつね。わかりますよ。マリオ64で高いところから落ちると、おわーって言うんですよ、この声。似てるんだけどね。似てるんだけど、三段ジャンプではないっていうところありますけど。で、この、おわー落ちたときに、例えば本当にね、底の見えない闇とかに落ちたら、そのままクッパが、おおおおおって言って終わるんですけど、普通にストレートにそのまま着地しちゃうと、ほおって言ってダメージ受けるんですよね。一応ちょっと両方やっときますか。おおおおおと、ヒップドロップをし損ねた場合、ダメージ食らった場合ですね。ほうっていうね、感じ。ね、もう三段ジャンプはいずこへという感じありますね。うん。で、これが以上、4名、送っていただいた4名の音声になりますけれども。ね。いや、非常に甲乙つけがたい。うん。皆様、非常に個性的で素敵なんですけれどもね。まあ、個人的な好みで言うとですね、やっぱり最初の甲葉さんのやつと、このボブくんの最初の、ふざけてない方のですね。やっぱどちらも真面目なんですけどね。ちょっとしっかり三段ジャンプしてる方のですね、音声が、ちょっと、割と原作準拠というか、まあ非常に元気があってよろしいな、という感じがあります。ちょっともう一回、コウハさんのやつ、最初のやつ聞いてみましょうか。いや、ほほう、いやっほー、いいですね。いや、ほほう、いやっほー、もう一回聞くか、ちょっと俺。いや、ほほう、いいですね。勢いがありますね。で、ちょっと、ボブイボブくんのやつ聞いてみましょう。いや、ま、いやほう、いいですね。いや、ま、いやほう、羽マリオの時のね、飛ぶ時みたいな感じの、ちょっと勢いがあっていいな。ちょ、もう一回聞きます。いや、ま、いやほう、いやー、いいな、どちらも。どちらもいいなぁ。どちらもいいなぁ。
あ、違う、これじゃなくて、ちょっともう一回最初の方聞いてみますか。これ迷いますね。まあ1位、これ、紅白くんかな？元気があっていいね。開口一番元気があってよろしかったですと。元気があってよかったですということで。ちょっと最後にもう一回聞きましょう。ウィニング三段ジャンプです。どうぞ。やっほー、あ、いいですね。間違いないですね。で、その後のね、この。これはちょっと違うっていうのがありますけどね。いやー、結構接戦でしたね。皆さんやっぱり非常にお上手と、皆さん非常にやっぱりクオリティが高い、三段ジャンプ送っていただきましたけれども、ね、皆さんいかがだったでしょうか、ね。まあ、これを機にね、またマリオの映画を機に64マリオ64ね、またもう一回やってみようかななんていう感じもしますけれどもね、最後にちょっとこの全員送っていただいた音声をちょっと一斉に流してみたいと思います。ではどうぞ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。マンマミーア。